インスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいています。ご質問は、次に注目しているアジア人選手は誰ですかという質問。リアン・ヤンです。リアン・ヤン、あのネックは勝手に期待してる、とんでもないクオリティ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 の下半身を持った筋肉だるま、化け物の中国人選手。まだまだインスタのフォロワーも1万3000人ぐらいでめっちゃ少ないので、今知った皆さんはかなり古参、まあ知名度が低い理由は3ヶ月前まではアマチュアでね、国外に出たことがなかったから、ね、リアン・ヤン、このパワーを見てよ、この200キロスムーズに持ち上げるこのパワーを、ね、なんだこの人ってか、なんだこの広いジム、これ結構いっちゃうんですよ、200キロって200キロ彼覚えとくと面白いと思う、絶対どこかでまた 見ますよ皆さん、うん、11月に初めて中国の外で大会に出た選手で、まあ、情報も少ないんだけど、それがルーマニアのマッスルフェスト、うん、彼はスーパーヘビーウェイトで優勝してプロカードゲットしたんだけど、これね真ん中ね、足でっか、同じ日に、ま、ルーマニアマッスルフェストプロに出場、今度はプロ戦、17人のプロ選手猛者たちの中でいきなり7位になった。だから通用してるのプロの中で、うん、で情報が少ない中で166センチらしいぞってことは分かった、うん、で212ポンドに出ないんだと思ったら、ね、96キロ制限ね、彼でかすぎて105キロあるらしくて、すごいなって、何歳なんだろうね彼、知ってますか皆さん、教えてください、知ってる方いたら。これからプロのショーにバンバン出てくるはず、彼は。とにかくみちみち感、うん、このみちみちみを感じた、見る限り背中とわずかなコンディションの改善だけで相当改善しちゃう選手、あとは腹筋の凹凸もかな、とにかく素晴らしい下半身、うん、でかいだけじゃない、強いセパレーションもしっかり見える、カットも上腕三頭筋なんてもうスクルルでしょ。中国の選手たちは少し前に話したけど、そこ知れぬ14億あれ15億だっけのポテンシャルまた感じてる、そんなリアン・ヤンでした、うん、名前だけもう覚えてもらいたい動画なんで、それだけで尊いです、うん、ではまた。